さあゲストの浜辺さん、はい、お気に入りの炊き込みご飯ってありますか？私わかめ好きです。わかめの炊き込みご飯、はい、給食とかで食べたような素朴な味が好きです。なるほど、わかめの混ぜご飯美味しいですよ ね、 美味しいね、うん、そして横浜さんは好きな炊き込みご飯ありますか？栗ですかね。あ、秋の味覚ですね、はいはい。さあまずはですね、多くの人がドキドキした横浜流星さんの名場面を VTR で振り返ります。待ってました。そうでなければ。偽装結婚した浜辺さん演じる直に対して、横浜さん演じる椿は最初は恋愛感情はありませんでした。しかし一緒に暮らしていくうちに次第に愛情が芽生えていくと、一つの答えが出てくる。お前が好きだ。おい、俺の妻だぞ。城島君。さらに若い職人に笑顔を見せる直に、椿が嫉妬心をあらわにするシーンではこんなドキッとする一言。だからあんま好き見せんなよ。なんでもね。いいじゃないですか。いいですよね。続いては失敗が許されないお茶会に臨む直前、不安に駆られた椿が直をバックハグしてつぶやいた。このそろそろお菓子の準備をしよう。もう瞬間移動ですからね、もう。あ、そうですね。少しだけ。落ち着くまで待ってくれ。あ、初めて弱みを。最後は直への思いが隠せなくなった椿。彼女が殺人事件の容疑者の娘だと気がついてしまったシーンでは。嘘だよな。うん、あのお二人の空気感、はい、距離感というのがそのドラマの回を重ねるごとに、まあ、近づいたり遠ざかったりという形でしたけれども、はい、どんなことを感じながら流星さんは演じしましたか？もうこの二人の関係すごい いびつというか歪んでるので、うん、でも椿としてはもう本当に直を好きになってっていうその純粋な心がすごく大事だったので、僕はもう本当にただ直を愛すっていうことを意識してやってました。うん、はい。一方の浜辺さんはいかがでしょう。ドキッとするセリフを目の前で何回も聞きましたよね。もうさすがだなと思って、やっぱこうちょっとあのなかなか言わないようなセリフ多いんですけど、うん、それをリアルに落とし込んで、うん、皆さんをキュンとさせる要素も取り入れつつこう言うっていうのはもうさすがだなと思ってました。ちょっと現実離れしたようなドキッとするセリフでも落とし込めるというところが横浜さんのすごさだと、はい、ね、いやいや、もうそこはもちろん皆さんと相談して一緒に作ってるので僕はもう全然です、ね、最終回もあるのかな、ドキッとするセリフは。たくさんの方がキュンとしましたからね、はい、さあ続いての名場面は浜辺さんが水木有沙さん演じるおかみから受けた壮絶な嫌がらせ、こちらも振り返ってみたいと思います。かわいそすぎる。椿の母親で老舗和菓子屋のおかみ水木有沙さん演じる京子は結婚に猛反対、直のことを嫁と認めず入り浸をします。バカな一言のせいで薬味おかみ、ここから追い出してやる。出して、離してください。本当にわからないの？そういう世界なのよ、ここは。あなたにこれを着る資格なんてないでしょ。椿が店の作業着を直に渡した時には脱ぎなさい。本当ずうずうしい女。そして浜辺さんが最も印象に残っているというのがこちら。直のことを夫殺しの容疑者の娘だと気づいた京子が鬼の形相で詰め寄るこちらのシーンです。病弱そうな白い肌も、ねえ教えてちょうだい。あなたはどこで育ったの？15年前どこにいたの？うん、まさに凄みを感じる水木さんの演技ですけれども、浜辺さんいかがでしたか？あの迫り方がもうすごく怖くて、うん、顔がお綺麗だからこそあの恐怖を感じる、なんかこうまくし立ててくる感じがもうすごく怖かったですね。圧倒されました。ただそれに対して直の方もしっかりこう存在感を発揮していたじゃないですか。それはどういうことを感じながら考えながら演じられましたか？もちろん恐怖は感じるんですけど、ここで負けてられないなという
今までずっと背負ってきたものを忘れないようにしてましたね、信念は。あの役柄としてはまあ対立し、まあ、いわゆるいびられる役柄ということなんですけれども、はい、カメラが回ってない部分では水木さんとはどのようなコミュニケーションを取っていたんですか？水木さんもすごく優しい方で、本当ギャップがあるような、もうカメラがないところではもうみーちゃんって呼んでくれて、あ、みーちゃん、はい、へー、もうすごく癒されました。優しかったです。ヨガモさんはいかがですか、水木有沙さんのあの開演。いやもう、いやそこまでしなくていいんじゃないかっていうぐらい、もう本当かわいそうになるぐらいすごいので、うん、でもそうですよね、まあすごかったです。すごいですよね。そうですよね。